3年ぶり。わあ、懐かしい。ニーターミナル。ここか。お弁当とかあるやん。これ食べてもいい？飛行機で。ああ。美味しそう。あ、国内線って初めてなので。楽しい。わあ、3、4年ぶり。え、嬉しい。わあ。じゃ、皆さんこんにちは、サッポンです。3年、4年ぶりに、今、福岡に来ております。なんか福岡って言えば、自分が日本に住むようになったきっかけになったところ、ドキドキしてます。あ、嬉しい。あ、これから電車乗ってみたいと思います。いや、これから前振り上げしたところ行ってきます。今ドキドキする。あ、ドキドキするわ。泊まっているところなんですけど、今博多に今泊まっている理由って、もう3年前か皆さんと振り上げしたところ、まあ、もう一回思い出旅行、1日目はそんな感じです。はあ、ここだったわ。あ、周りちょっとフラフラしながら行きたいので、ちょっと駅の中じゃなくていろいろ見ながら行ってみます。なんかもともとは福岡の田舎のところ行こうとしたんですけど、博多もさっきから来て感じたことは、博多は人が多い、あとお店とかも多いんですけど、こういうところもあったんだ。いい雰囲気。わあ、お店が多くてどこに行けばいいかわからない感じです。ここもなんか美味しそう。ここ有名ですか？わあ、で今時間が16時。なんか前はただ売り上げだけして、もう周りとかはあんまりフラフラしなかったんですけど、ここじゃない多分ですよね。ちょっと雰囲気がちょっと似てる。ここら辺に来ております。うわあ、ここだろう多分。ここら辺、でん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 、ここだ。久しぶり博多。わあ、今もう感動すぎる。皆さんも優しい気持ちをもらったところ。うわ、変わってない。昔ここでやってた売り上げ、皆さん、いやー、ここで、うわー、わあ、ああ、そう、ここに、なんか初めて会った日本の方々が、あ、お疲れ様でーす、あ、今日暑いですよね、ちょうど今日みたいな天気でした。で、みんながなんかポカリとか飲み物とかをくださって、ここに置いて飲みながら、はあ、触った、ここだろう。3年ぶり。わあ、懐かしい。どうしよう。あ、久しぶりに来たら、おお、なんか泣きそう。なんか言葉が出ないぐらい今、はあ、ありがたいです皆さん。ああ、おお、なんか、おお、悲しいって言えばいいか、なんかもうちょっと泣きそうになりました。ここだった、ここ。いつかまたここ来て振り上げします。福岡ではまたいつかやりたいな。ああ、いつかみんなまたここで会いましょう。今日は本当にもう自分の思い出の動画になっちゃって、皆さんにはつまらないかもしれないんですけど、本当に そのところ申し訳ございません。でも本当に一回来たかった、ここ福岡。
のこの博多のここ、ちょっといつかまたここで皆さんと会いたいです。はい、よろしくお願いします。バイバイ博多。どっかで見たことあるけど、01、01。